カイド、はい、君たちは勝ったのかい？いや負けましたね。負けたの？負けましたね。初戦で？はい。前どういう試合だったの？まあ点取って取られる、もう打撃戦でしたね。おー、面白そうやね。それ動画映えしそうだね。まあでもセンターカメラはありません。なんで？だってセンターカメラ俺たち、これカメラわざわざしたと思うんだけど。マネージャーのスカッチャーに頼んで設置してって言ったら全然ずれてました。塚本マネージャーといえばもう多分100試合ぐらいカメラを回してくれてる、設置してくれてるはずなんだけどな。そうですよね、毎回、まあ、結構来てくれて。マネージャーの塚本くんがカメラ設置をミスってしまった理由、それは彼は今日選手として出場しました。オープン大会は選手としても登録されていた塚本くん、メンバーに欠員が出た時はいつでも出れる準備をしておきます。そう言っていた彼の出番がついにやってきました。この試合の前日、都大会で土曜日の試合をこなしたクーニンズ、そのため日曜は家族サービスに当てる選手が続出。さらにクーニンはこの日大阪クーニンズの活動で不在という中、メンバーが一人足りないということで、マネージャーの塚本くんに試合に出てもらいました。今日のオーダーはこちら、9人ギリギリです。そんな中、試合展開はまず初回からちょっとどんな感じだったかっていうのを。点入ったん？入りました。3点入ったんですけど。初回に3点。そう、まあファーボールも含めて5連打、5連打、6連打ぐらいしたんですよ。パターンよ、完全に。そうです、もう3点取って、あ、これもういけるなって。乗っていくやろ、ズッキーも。そうなんですよ。乗っていったのか。乗っていくのかなと思ったら、1回裏に3点取られて同点になります。まず劇場型なわけやその試合が。で、まあ、2回はお互い 0-0 で、うん、3回に、うん、確か2点取ってクーニンズが、そうです、お2点取って 5-3 になって、 5-3 ね。その裏は抑えて4回表に3点取ったんですよ、まだクーニンズは。え？外側だけよ。おっしゃ、はい、バッチリ。ちょっと待って、そしたら 8-3 です。 8-3 いけんのかなって思ったら、うん、4回裏4点取られて。おー、まだ4回やな、それは。8-7で、5回が最終回でした、時間で、うん、もうまあまあそんだけランダムだったんで。そうっていうさね、8-7のまま最終回、最終回です。ピッチャーズッキー、自分です。お前自分です。
まあ、ピッチャー入団だったんで、まあ、いるメンバーで話して行くみたいな流れで、ズッキーももうちょっと限界だからみたいな感じだったよ。もう限界で、でも最後にお前が最後に、まあ、2アウトまでは取ってて、うん、2点取られてサヨナラ負けです。あ、最後エラーで。エラーもありですね。めっちゃ悔しかったですよ。なんで個人的には本当にピッチャーもやって打たれて、なんか負けるにしてもね、ちょっと監督不在で負けたくなかったね。そうですね。なんかごめんな。いやでもなんかもういつもとやっぱ違う感じ、少ない中でやっていこうって感じで、もう気軽にみんなどんどん打っていい感じにはなってたんですけど、まあ、8点取ってるからね。そうなんですよ、まあ、改めてピッチャーの大事さ分かったね。そうですね、うん、もうそれでよしとしよう。空日、次回は Z グランプリ初勝利目指して頑張りたいと思います。2023年待ってろよ。なおマネージャーの塚本くんですが、この日はノーヒットだったものの、選手として空日に出れて嬉しいですと、彼にはいい思い出となったようです。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないからかけ出す、あの土の上